そう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 。硬いんですかね。硬いね。骨ちゃいますもんね。うん、でも癖的にこの手がこうなる癖が多いので、はいはい、絶対もここだよね。これ前から言ってるけど、まあで真下ですよね。真下。それができたら、ああもったいないっていうのができたり、で逃げてるんですよね。うん、今も どっちかって言ったらちょっと横に左右にずれた感じがした。ああ。うん、なんかもったいない。全然違う、さっきと動画撮ってる今。あ、もうずっと撮ってます。無駄話撮ってる。おー、そうで、もうこっちからこっち行くんですね。そう、の方が手前に引くだけだから。あ、こうやって。そうそうそう。より逃げないでしょ。この足で固められてて逃げられない。こっちに行く、あのグイグイをしやすいみたいな。そう。あ、めっちゃ効く。前までだったらこっち側で立ってこっち側で立って逃げてたからね。そう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 。あ、効いてる。めっちゃ効いてる。それめっちゃ効く。ああ、そう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 。おお、そう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 両方とも挟んでる。それお、入ってます。うん、入ってないから。そうだね、うん、ここだけでいい。あ、ここだけでいいですか。うん、こっちはいいですか。うん、めっちゃ効く。もう入ってるんすか。うん、それで効いてんの。ピンと。ああ、そう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 。全然なんか。聞いてる感じになる。めっちゃ聞いてんのこれ。あ、うん、で聞いてるんですね。うん、やってあげようか。いや、いいです。やっぱここ足を挟んであげたら、あの押しやすくなるから、その方がいいかもね。おー、聞いてる。ポジショニングって結構重要で、立ち方とか、そういうのがきっちりできてないとなかなかできなかったことにするんですよね。じゃあ逆で。いや、ここもほら、親指。あ、すいません。いいよ、いいよ。言わなきゃよかった。それを右でもやってくださいよ。そうです。右がほんまにないです。うん。でもよく聞いてるよ。これ別に機械持ってきてくださいって書いといていいんですよね、別に。うん、全然いいですね。結構ジーパンでやりにくいんですよね。そう？だから横とかやるときに、うん、あ、ピンが当たるよね。そう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 。確かにそれはあるけど。気にしない。
で、この前のあの練習台やるって言ったおっちゃんも、うん、もう書いたんですよ、うん、メールで LINE で、うんうんうん、で、気合持ってきてくれましたね。あ、そう、よかったね。こんなん受けに来るわ、みんな。いや、ほんまですよ。うん、気持ちがわからない。みんな M なんですよ。ド M。